NHK をぶっ壊す。 NHK から国民を守る党の代表の立花隆と言います。反社会的勢力とのつながりをしているということを追求するために、次の日曜日11月の17日告示のですね、奈良県の桜井市長選挙で候補をいたしました。これをやってるのが NHK の会長なわけですよ。上田良一会長が反社会勢力とつながってるというね、何よりも証じゃないですか。知らないとは言わせませんよ、この人ですよ。これ NHK の前でデモしても抗議をしてもほとんど効果がないと。上田良一に対して抗議をしていこうと、彼の自宅前でじっと待ってやろうと思ってます。これも自宅前でビラを配ろうと思ってます。桜井駅の南口ロータリーでちょっと簡単に演説はしますけども、僕は桜井市の市長選挙に出ることによって NHK の会長や NHK 本体にですね、抗議の選挙運動をですねしていきたいと思っております。今週ちょっと実は行きたかったんですが、ちょっとね、聞いてもらってる通り体調が悪くて、今週ちょっとゆっくり休みがちにしておいて、日曜日からまた来週日曜日と来週稼働しようと思っております。本当にね、これいつ辞めるんですか NHK。 今でしょ。あえてこういう桜井市長選挙に出て NHK の不正を東京で訴えるというですね、まあ特殊中の特殊なんですけども、会長にちょっと徹底的に的を絞っていかざるを得ないかなと。 NHK と反社会勢力とのつながりについて糾弾をしていきたいと、追及していきたいと思っております。以上です。ありがとうございました。